教学は江戸時代から明治初年にかけて存在した教育機関の一種、教校、合学校などとも言う。現在用いられる教学という用語には、近世以来の多様な教育機関が含まれており、大きくは主たる教育対象が武士であるか庶民であるかによって2種類に分けられる。武士教育機関としての教学は、犯行の延長。 あるいは小規模の犯行とも言うべきものである。また庶民教育機関としての教学については、官が設立、運営に関与したものから民間有資によって設立、運営されるものとで性格を分けられうる。教学と総称される学校は、江戸時代から明治初年までの全期間に全国で占有校あったとされるが、成立時期は明治初年に集中している。 明治維新期に設立された教学あるいは合学校は1872年の学生交付に先立って初等教育の普及を担い学生交付後は多くが小学校に転換した。教学や教校という用語自体は中国古典に由来するものである。江戸時代に設立されるようになった在教の教育機関について用いられた教学は多分に 呪者たちの同型を反映した画章であった。18世紀後半、庶民教育機関である、癖天学館、笠岡経業館を担った呪者たちが、教皇を受賞したのが早い例とされている。幕末期、水戸藩は寮内に設置した庶民教育機関について、地名を冠した、教皇という名称を用いた。同時代の公文書では、教諭書、教会書、 学館など多様な用語で称されていた。明治期に文部省が学生以前の教育についての資料を収集し、日本教育史資料を編纂した際に、半立学校、家塾、寺小屋に分類できない学校を教学としてまとめた。これによって現代用いられている教学という概念が創出されることとなったが、多様な性格を持つ学校を含むこととなった。 教学研究の基礎を築いたのは石川県である。1927年、石川は日本教育史資料に掲載された以上の事例を発掘し、対象によるに分類を提唱した。藩校の士族または家老などの祭地に建てられた売信学問所と領内各地の庶民を教育するために藩主または領主が設立したり、または 設立を補助したり設立を可能したりした学校である。石川は第二次世界大戦後まで研究を深めの事例を検討した。1978年に津田秀夫は民衆の自主性や内発性が出発点となった公的教育運動から生まれた教学に対して第三種教学概念を提唱、1970年代から1980年代にかけて 第三種教学論争が展開されるとともに、事例研究が進められた。遊美幹部氏を対象とする教学は、藩主が藩内の遠隔地に設けたり、藩主一族や家老、重臣が自らの治療地に設置したものである。重臣らが自らの治療地で、自らの家臣を対象として開いたものについて、石川県は、売心学問書と解説した。これらの協学は、 教育内容からも、藩校の延長にあるといえる。藍津藩、秋田藩、森岡藩、萩藩、佐賀藩、熊本藩など、遠方の大藩に多く設けられた。このほか、大臣旗本が、事業地で家臣の教育のために開設した学校も、教校に分類される。主な武士教育機関としての、教学静谷学校庶民を対象とする教学は、 庶民教育機関である点では寺子屋と同様であるが、幕府や藩主の保護、監督を受けていた点で寺子屋と区別される。石川県は庶民を対象とする学校を成人を対象とする教諭所と指定に初等教育を施す学校とに区分した。教諭所について教皇と区別する見解もあるが、教学と教諭所は多く役割を兼ねた。官が主導、保護した。 教学藩主や大官が庶民教育のために開いたり、あるいは民間有志が設立して領主が保護、監督した教学。1668年に岡山藩主池田光政が領内に123カ所の手習い書を開いた例が古くまた代表的である。この手習い書は後に静谷学校に統合された。18世紀末幕府大官、 早川八郎在門正樹は、認知に三つの教皇を解説した。癖の天学館は、土地や建物と、その維持費を、地域の村役人や不能からの寄付によって賄い、六悟る演技や早川自身の著書、状況説話などを、早川本人や、大官所雇用の受者によって庶民に交釈した。上野国伊勢崎藩領では、今日は三年に、伊予久村の合納。 宮崎有りしゅら有志によって、庶民教育機関としてご厚指導が設立された。文化5年には、藩がご厚指導を公認し、敷地や建物にかかる年貢を免除し、講師を派遣するなどの支援を行った。ご厚指導に続き伊勢崎寮では、多くの教学が組織されており、官民協力の教学と評される。これらの教学の教育は、社会的な危機の進化に対応するため、 道徳の功用や農業の奨励などが学問を通して一般民衆に封建的な投与を施すことが主目的であったと評価される。教学では基礎的な感覚を主とし読み書きにも力が注がれた。民間の設立、運営による教学民衆教育運動の自発性、内発性を評価して第三種教学とも捉えられるもので、摂津国平野教の含む 緑道がその代表例として挙げられる。含む緑道は1717 17年、平野座との有力者である土橋智直らによって開設され、1872年の学生半布まで続いた。この学校の維持運営に当たったのは、平野座有力者たちの同志中であり、維持費の拠出、運営、教師の選択までを行う民間有志の手のみになった教学であった。 また基金に備えて、積み立てを行い、休眠を救済する、社会的機能も有していた。含む緑道は次の要素を有しており、近代公教育の先駆とも評価されている。大阪の海徳道を教学と捉え、その大規模で、専門的な事例とみなす理解もある。主な庶民教育機関としての教学、教学と総称される学校は、江戸時代から、 明治初年までの全期間に全国で千予校あったとされるが、その多くは明治初年の成立である。明治維新後、府県や諸藩は、それぞれの方針で小学校、合学校の整備を進めた。当時、小学、小学校といった名称は民衆に馴染みが薄く、士族向けの学校とみなされたことから、合学校、教学所啓蒙所 共同書などの名称が用いられた。合学校は、主として地方住民の有志によって設立、維持された学校であり、その経営形態からも近代の小学校の前身とみなされうる。1872年の学生発布により、多くの合学校は、公教育の中の小学校へと転換していった。京都の小学校1869年に、 京都の町衆によって設立された小学校は民間指導の合学校とみなされうるもので、その時期の早いことからも著名なものである。京都府は町番組を設け、1868年10月に小学校設置の趣旨をゆたず、その後小学校の初期則も定められ、学生以前に64校の小学校が設立された。京都の小学校は、 地域の集会所や大人の共有所などを兼ねる役割を持っていた。神奈川県の合学校神奈川県は1871年8月、合村の組合を単位として全県を27に分け各地区に合学校を設立する計画を示した。計画によれば各村に学校世話役人を置いて学校運営に当たらせ学校の運営費用は学童の有無にかかわらず 括弧に割り当てるというものであった。修学期間や教科、教授内容も示された。名古屋県の技巧名古屋藩は明治維新後、藩校明林道を改革して、小学を設け、庶民にも門戸を開こうとした。しかし、士族と庶民の間の意識の隔たりもあり、結局は、士族指定の学校となった。廃藩地検により、 名古屋県となった後の1871年9月、県は一般庶民の学校として民間有志による技校の設置を奨励した。1871年10月、最初の技校として第一技校が設立された。隣接するぬかた県でも合学校設立が奨励され、1872年に名古屋県、ぬかたの県が合併して、 愛知県が成立すると、旧ぬかた県域の合学校も技校に解消した。愛知県は学生に基づく小学校の設置に乗り出した18,735月時点で400校を超える技校が存在していた。なお、岐阜県でも技校が設立された。堺県の合学校堺県では強力な行政指導によって、 合学校が設立されたことが特徴とされる。なお、堺の市内には、江戸時代より、教学書があったが、明治初年には、堺合学校への改名を経て、見学と格上げされ、英語を教える、中東教育機関と位置づけられた。1872年に2月、堺県は、県域の河内国を29区、泉国を25区に分ける、区政を導入。 1872年,年3月、県は寺子や私塾の廃止を指示、その師匠を吸収し、各国一校の合学校を設置することが指示された。1873年4月13日、堺県で学生が施行され、従来の合学校は小学校に再編された。この際、小学校名は当時番号が採用された。1871年、 武蔵国南多摩郡小野路村に周辺諸村の有力者たちの決議によって小野教学が開設された。民衆運動としての着目からは多くの自由民権運動の地域指導者を輩出したことで知られる。小野教学は1873年学生による小学校設置に向け合議によって解体された。参照ありがとうございます。